日本に来た理由は、小さい頃から旅行が好きで、いろいろな場所に行って、いろいろな人と話したくて、世界を見に行きたいと思い、高校を卒業する前に留学しようと決めました。それで、私は2017年、美しい桜が咲き乱れる季節に日本に来ました。それはとても幸運でした。皆さんもそうですよね。来たばかりの頃は、日本語がわからなくて、